さあ、ということで今回も上位レートでやっていくんですけど、このね、C 牛未来ですね、使っていきます。リーダー機能によって、まあ、前の体力上げだけじゃなくて、この根血のね、体力上げ2枚もザマスに乗っけることできるんで、で、しかもこの3人ね、踏ん張り踏ん張り超耐久ということで、クソやらしいパーティーなんで、まあ、現代版の最新のね、3種のチーズ牛丼パーティーということで、使っていこうと思います。しかもこいつ味方回復もできるんで、マジでやらしいと思いますね。うわ、54はまあ、踏ん張りなんで、大丈夫かな。復活だったらちょっと渋いんですけど。割とレート差あってもマッチングするんだね。今、朝の6時50分だから、学校行く前にやったりしてんのかな。お願いします。ライジング受けなしなんだ。あ、でもあれか、紫悟空砲が踏ん張り貫通持ってるんで、体力管理はしっかりしないとね、耐えられちゃうんで。なんだそれは。めちゃめちゃ見てくるやんけ。オッケー、射撃打って通常でメッキとりあえず割っとっていって、特殊使ってリロードして必殺欲しい。タックル回避いこうか。ちょっとうまぶってそう。オッケー、なんかずらしてんな。いや、間に合ってるかなこれ。ちょっと封印して、射撃は総裁しましょうって言いたいけど、総裁して回るか。打撃いっぱい持ってそうだな君。ミン切らんしょここで。これは入りますね。ミスったくね今。あー、ミスってた。危ねえ危ねえけど、なんかまあいいや、なんでもない。ちょっとなんで今外れてた。あ、読まれた、もういいや。今、もうこれは読まれてもしょうがないです。俺の外事プレイなんで、今のは。なんで外れてた、今。射撃総裁して、2連で行こう。いた。ただ、地球硬いよ、めちゃくちゃ。痛い、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 痛い。ぶっ破してきそう。いや、マジで？まあ、手札割って。おーわ !130。ちょっと待って待って、本当に怖い、本当に怖い。本当に怖い。何かしてこい。オッケー。これさすがに射撃ですね。中距離待機はないはず、ここ。オッケーオッケー。あー、圧引けなかったー。ただ耐えるぞ、裏で。全部黄色耐えるっしょ。今日、さすがに警戒された。タックル行こう。いや、だる。いや、耐えるだろ、これ。まあ、もしくは読んで。さっき読まれたんだから。ちょ、マジ頼む。いや、耐える。これ耐えなかったら、まず、チー牛未来にしてる意味ない。体力3枚乗せ。いや、こういうこと。皆さん、チー牛未来最強です。タックル有事決めて、外して、けー、なんか外して補正切って落とした。みんなの願いをこの一撃に込める。狙われてるね、なんか。何か狙ってますか。ね、OK。で、湯逃げ溜まってるんで、泥足もついてるし。いや、不利でこんだけ入るってやばくない、こいつ。貫突してますけど、貫突ですけど、すんよ。え、バケモンじゃんこいつ。まあ、さすがに射撃だね。あ、ビッグマンカメハメハでした。いやー、ちょっとまずい。おー、いや、これでもザマスで完全に受け切れるよな、相手の攻撃。ほとんど最速取られちゃうけど。いや、これトランクスだ。オッケーオッケー。しっかり属性有利で変えたんですけど。いや、マジこの鉄壁サイクルやばくない？強。これ間に合ってないよね。いや、やば。カウンターがやばすぎる。もう雑に場に使わしたいね、即行って。あー、間に合っちゃったけど、ザマス。さあ、メイン使ったんで、使った後にザマス出して気力削いで、
これ足りるかな、コスト。あー、特殊あるならまあ、記憶回復されちゃうけど。手札どっかやるのはやめて。いや、でも絶対落とせんよ、このザマス。いけ？いや、特殊も引けた。リロード強すぎ。ガチやべえ、こいつ。このパーティー普通に、鎌持ってない人の、ここに使ってくれんか。パーティーの案というか、選択肢としてはマジで全然あり。2周年のチーギュー未来にマジでそっくり。まあこっち場にないんで、これは必殺ぶっぱでいいでしょう。何もしてないんだ。ここに使わしたんで、もう1体でめっちゃ粘ってるけど、こっちのチーギューには勝てないと。お願いします。根血ね。根血も受かるんじゃないか、全然。いや、さっきの踏ん張り貫通耐えたのやばかったな。さあ、お願いします。ホープソードぶっ刺さってますね、これ。これどうしよっかな、即回避してみようかな。使ってるか。オッケーオッケー。出てくるかな、出てくる。まあ、ちょっと時間稼がないとなんで、外そうか。で、欲張り防止の圧をしてる。いやー怖い。これ下がりたかったんだけどさ、ほっとく。すげえ欲張られてる。さあ、こっち出して、まあ、外してもいいけど、まあまあまあ、外すのが良かったけど、外したいな。あー、めちゃくちゃイラつく。打撃アンガリもうやるのやめようかな。手が割って、あ、なんか繋がってなくね、それ。あ、大丈夫か、心配したわ。いや、ミスった。まあまあまあ、これで弾回収できた。メイン、うわ、マジで椅子あんの、そこ。フラグイシトランクス出して、あ、もう遠距離怖い、本当に。隠れ行こう。OK。さあ、この必殺はやばいぞ、めちゃくちゃ。すんよ、普通に火力出るんでね、耐久寄せても問題ないっすね。さあ、これでライジング誰にでも打てる。持ってるかな、 OKOK。絶対こいつ脳死だと思うわ。強っ、やーばっ、バカ強っ。普通に打つんだもんな。見える、 OK。 うーん、まあ一応コンボつなげるか、時間稼ぎたいんで。え、そっち出してくんの。いや、耐えるのか、それ。ちょっと耐えそうだな。いやー、そうかそうかそうか、耐えそうだな、ちょっと。いやー、これ最初のビッ、あ、でも落ちそうじゃない、ちょっと。しっかりメインで必殺呼ぶの知ってるんだ、こいつ。いや、積みよ、即回避して。あ、いやいや、強すぎ、マジで。私に盾つくのが、いや、ゴジフォークス重いことに気づいてしまった、このパーティー。復活ないとはいえ、やっぱ緑最強キャラだからね。まあ、でも環境ちょっと変わって未来増えて、緑2枚の編成はかなり減ったとは思うんで、うん。いや、本当にこの青き緑強いと思いますよ。うん。ガチめに、鎌持ってない人はこれでいいと思う。リセマラする人は本当にこのパーティー組めるようにって感じでいいと思う。2連でいいかな。まあ、これ打撃そのままいって、OK。待って、なんか外れたんだけど。まあいいや。まあ、ユニゲ溜まるんで全然いいっすね、これは。なんか、ゴクルとかこいついるとなんかさ、打撃カバチェンかどうかで、なんか一瞬止まって外れちゃうんだけど。これめっちゃ入るな。さあ、相手回ってないっすよ、これ、紫。いや、落としますよ。160とかだったよね、確か。
そんぐらいだったよね、確か。落とせる。よーし、待機カウントの把握ゲーですよ、このゲームは。特に出て。裏見えてる。まあ、こっちでいいかな、通りいいんで。で、144、避けさせてライジングでいいや。オッケー。落とせるかな、ちょっと貫突だったからな。怖いけど。さあ、頑張れ。オッケー、通るならいい。落ちるかどうか、際どいの。まあ、耐えられるかもしれないな。あ、いけるか。あ。さすがに貫突は無理か。これ、タックル通常で落ちないよね。まあ、しゃあない。おお、危ねえ。通常か。あ、まあ、だから中距離めっちゃして。もう一回。まあ、さすがにか。なんだなんだ、びっくりした。属性有利に。あ、待って、間違えた。本当に緑でよかった。ガチでやらかした。もう本当にこいついたら頭パニックになる。あ、やべ、ミスった。極ベジってなんかいるだけでパニックになるから、本当にパニックに陥ってしまうから、本当にやだ。狙ってる。あ、ってこの人メイン切ったんだっけ？忘れた。やべ、待って、忘れた。場にないんでこれは突っ込みましょう。オッケー。で、ベジータが打撃かばっちゃうんだよね。よしよしよし。ちゃんと覚えてる。いや、本当に、慣れるまでマジでこの環境きついわ。え、今24歳の、この、まあ、一応頭普通に回る年なんですけど、これ30歳とか40歳の人、だいぶきつくない？この極ベジ。使われたら。まあ、自分が使うのもあれだけど、マジで頭おかしくなる。本当に、しかも、新キャラこんなに一気に来てるから、もうそれも、相まって覚えること多すぎて、マジでパニック症。なんもない。なんかあんまりこういうこと言うと、あれかもしれないから。はい。あんまこういうこと言うとね、怒る人いるからね、YouTube。あ、メイン切ったんだっけ？ちょ、待って。忘れたんだけど。とりあえず単発で時間稼いで、俺徹底するからね。オッケーオッケー。よーし。いや、強え、マジこの安定感。さあ、ラスト頑張りましょう。これなんかのアイドルの名前かな？これもしかして知らないの？やばい。また叩かれるかな、俺。いや、知らねえよ。山口百恵、誰？叩かれるかな？俺、あいみょん知らなくて、1年半前炎上しましたからね。日本人じゃないだろって言われて。ひどくないか、マジで。日本人じゃないだろは、ひどすぎない？しっかりチー牛で。しかもチー牛これね、ザマスで回復できるのがやばいんよね。いや、本当にこのパーティー最強だと思うわ。俺の手持ちの中で。突っ込むか。いや、虎も強え、マジ。属性不利に対する火力じゃない。欲張って、ドロスクでしっかり圧引っ張って。これも射撃欲張るか。ごめん、そんな近づきなかった。タックルは見えてます。さあ、無双状態入ってますね。外して、キャラチェン回避。で、これ、バニュー、もうこれマジ強い、このムーブ。バニューバッタンで攪拌です、これ。相手、ライジング受けなしか。ちょ、弾。いや、弾ねえ。いや、弾ないの、ただやば。マジ強い。どうしようかな。タックル行って。待って、間違えて射撃撃っちゃった。危ない危ない危ない。今のところ射撃撃つの良くないよね、絶対。いや、これあえていこう。オッケーオッケーオッケー。あえてっつうか。あえても何もないんだけど。あー怖っ。使うんだ。あー、避けさせてライジングしようと思ったんですけど。まあ入るならオッケー。いや、安定感やばいな、この、あ、読まれちゃった。まあまあ、でも全然大丈夫っしょ。あれ、降参されちゃった。まあまあまあ、でも、まあ、勝ちだと思うしね。いや、これ、本当にやばいよ、このパーティー。ガチめに、鎌とか、崩壊ザマス入った未来よりも編成難易度低いし、全然おすすめできるんで、2周年の時のチー牛未来みたいな感じで、ぜひ、皆さん、たくさん使ってみてください。いや、誰だったんだろう、この、アイドルかなんかかな。知らないのマジでごめんなさい。終わります。